はいどうも、セイントセイヤライコス大好きおじさんです。今日もよろしくお願いします。はい、本題に入る前に、もしよければグッジョブ、チャンネル登録よろしくお願いします。今後も頑張っていく力になりますのでよろしくお願いします。はい、昨日、前回か一昨日か、ポセイドン編が来るってところで、まあ、シードラゴン、カノンの、ステータスだったり、スキルか、の紹介をさせていただいたんですけれども、大変申し訳ございません。間違っていた部分がございました。スキルレベルは1でっていうふうにやっていたんですけれども、3個目から、レベル5。の状態でした。なので、正しい情報と、あとは、中国版で、掲載されていた、ステータスですね。レベル100ステータスかな。どうだろう。を紹介します。はい、ドン。はい。赤く、この追放は別ですね。追放以外の赤くなってる部分。総年力ダメージが 64%、 これ 80% ってなっちゃってて、それが間違いだったと。でこっちの 80% も 90% だったとのが、80% だったというところ。でここ 16% って書いてたんですけど、実は 4% でした。レベル1では、はい、大変申し訳ございませんでした。でだとしても、まあカノンが倒れた後に、サガの精神体が出てくる。これは、どうやら、普通のジェミニのサガと、共存できるみたいです。カテゴリーが違う。ということで。でも、まあ、ヒットポイント 4% なんで、カノンの。だから相当カノンのヒットポイントを強化しとかないといかんのかな、っていうところで。ただですね、ここにステータスを、ちょっと待ってね。ここにね、ステータスを、見てきた情報を載せました。で、ヒットポイントが13,690。なんでかわかんないけど、仏光もあるんですよね。間違いじゃないかなと思うんですけど、まあ一応、書いてあったんでそのまま載せます。で、C ランクで、年攻撃力は B ランク。で、物理防御力は B ランク。年防御 A、速度 A というところで。速度 A、308だと、よいしょ。308だと、危機とかどうかな？我がエクスカリバーの前に来て。まあ、ソステで見たら、当然シュラより高い。サガよりも高いのかな。実際100のステータスかどうかはちょっと書いてなかったんで。100ではないよな。普通のソステだよな、さすがに。でも、一目で S。他にヒットポイント S ランクやついるっけ？アルデパランか？やっぱ100か。100ですな。で、危機。どこだ？出てきた。さて、おいらそろそろ待つの飽きてきちゃったよ。388。なので、よいしょ。まあ、80低いって感じか。あと誰だろう？俺のパーティーの順番で言うと。氷河か。氷河ルナ。氷河ルナ。氷河ルナ。ジュネは？シュンだけは。336。まあ真ん中辺ぐらいになるのかな。そうすると
見た感じだと。強制が近づいている。また争いが起こるのか。あ、でもこれでルナより遅ければ私の力を望まれる。コストが確か3だったかな。ちょっと図鑑見てみましょう。マリーナ、カノ、ゴールデントライアングルが、エネルギー4、エンコンの拳もエネルギー4というところなんで、まあ真ん中辺にいてくれないと結構きついかなっていう。で、機器で上げて、ジュネもしくはルナで、多分ジュネがいいだろうね。ルナは合わないだろうね。そんなエネルギーないから。ジュネ入れて、で、カノンってなるのが理想かな。ヒョウがどうだったかな。俺の大好きヒョウが。我がエクスカリバーの前に散れ。ヒョウが。この氷河の翼のある限り314、あんま変わんないね。ということは、あの氷河より前にすることはできるってことだね。ステータスが年防御と仏防はほぼほぼ変わらないですね。で、年攻撃もほぼほぼ変わらない。ヒットポイントもはちょっと下がるみたいな、そんな感じかな。なのでちょっとまあ氷が使うか使わないかっていうところもあるかもしれないですね。氷が強いんだよな。で、俺なんだろう、アテナの試練のところでちょっとやっぱ駒が足んないんですよね。なのでまあ氷がを第2パーティーのリーダーみたいにしたいなっていうふうに思ってるところあるので、カノンはちょっと欲しいっすね。アイオロスが足がクソ遅いのに 4使うから絶対打てねえんすよ。ゴールデンアローが。アテナを守るのがセイントの義務だ。セイヤは2なんでね、高速流星拳これは使いやすいんですけどね。ねえ、アイオロスよりもシャカの方がいいかなって思っちゃうもん。クソ強いですからねシャカ。なので、間違ってしまったことを、そういうお詫びいたします。で、あとは、ちょっとね、これは、噂の段階なんですけど、シーホースのバイアンが、実装されるんじゃないかという話もあります。まあ、ここのメニューに乗っかってる、図鑑に載ってる時点でもう実装確定なのかもしれないけど、間違えちゃった。こっちだ。こういう感じだからね、普通は。で、ソレントもいる、クリシュナもいる、で、テティスもいる、で、カノンが追加される、で、バイアンがいるってことで、カノンとバイアンのピックアップで来るのかなっていうふうに今、ちょっと想像してます。今日実装されるかなと思ってたんで、もし、なんだろう。もしかしたらか。噂程度には聞いてたんですけど、じゃ来なかったんで。で、メンテ開けても来なかったんで。だから、14日のメンテ開けだったっけに、実装されるのかなと。はい。8時に。あ、メンテ開けじゃねえや。14日の8時。にかな、実装されるんじゃなかろうかと思います。はい。まあちょっとこのね、僕の作ったエクセルが少しでもお役に立てたらいいなと思います。バイアンについてはちょっと
また別途情報を集めてやれたらなと思います。というわけで、シードラゴンかの、情報を間違っててすいませんでした。ルーでした。バイバイ。